こんにちは、LPT の田野です。これからちょっと5分早いんですけど、先にオープニングビデオを会場で流しますので、本編は3時からお送りします。はい、じゃあ3時になりましたので始めさせていただきます。はい、こんにちは、LPT の田野です。皆様お忙しい中キャバレー LPT にお越しくださりありがとうございます。第14回目の今日は LPT ブログの、
13周年記念とこの今回のテーマであるパルファン MGCE の創業20年 の, ダブルでおめでたいキャバレー LPT をお届けします。で、配信をご覧の方、前編45編後編45編で配信を行いますけど、若干前編は短め後編は長めになります。で、前編が終わりましたら一旦回線を切って、15分ほどの休憩になります。で、14時前後再度つながりましたら後編の開始ですので、そのままご覧ください。それではまずキャバレー LPT のメンバーチーム LPT をご紹介させていただきます。音響とドリンクオーダー担当のジェントルマン、今日受付でお世話になった、イベントのセクションで結界担当の、半一さん、よろしくお願いします。特に注意事項は先ほどお伝えしましたので、お手元の資料は時々話に合わせてご覧いただくのと、あとムエットはお部屋に香りが充満しないように試したらすぐに袋に入れてください。それだけお願いします。でまず最初にパルファン MGCE の、ブランドについて簡単にご説明をします。読み方はパルファン MGCE、 フランス語で MDCE ってアルファベット読みで私は統一してます。で、化粧品業界に長くいたクロード・マーシャルさんが現在おそらく72歳ぐらいで、構想10年の末奥様のカトリーヌさん、でカトリーヌさんが今年61歳で、お二人が2003年に始めた独立系の香水ブランドで、 MDC の正式名は長いんです。マーシャル・デッサン・エ・クレアション・ザン・デ・パンダ、意味がマーシャルの独立したデッサンと創作物という意味 でこのフランス語のアルファベット MDCE がイタリアルネッサンスのメディチ家、メディチに音が似てるから付けられたというダブルの由来もあります。この制作および対外交渉はクロードさんが担当で、財務および発送在庫管理はカトリーヌさんの担当で、2015年からはカトリーヌさんが陶器町の社長になって、で2022年の年商は円換算で1億円強で、前年比 22% の伸び、コロナを超えて V 字回復してます。で昨年よりご次女のコリーヌさんが入社して、現在は全部で3人の家族経営の会社になります。で、オフィスはなくてご自宅の一室をアトリエ兼作業場にしていて、販路は世界30カ国で、私はブログを始める前から15年以上日系香水店の動きを見てきましたけど、 MDC を置いてるお店は格上またはセレクションのお目が高い、そういう印象があります。で毎年8月はオフィスを完全に閉めてフレンチアルプスの別荘で家族全員過ごされるんですね。だからもう全然8月は全然連絡取れません。でクリスマスも当然いらっしゃいません。でも古き良きフランスの伝統を守った営業を続けていらっしゃいます。じゃあ、これから時代別に作品を紹介してきます。ムエットを1から3まで袋に分割してお渡ししてますけど、まず丸1のムエット袋を開封してください。で、最初に説明するのがチャプター1で、創業から2000年代の作品を紹介していきます。ボキボキですけど10年前のクローズなんです、写真がねないんですよ。公式写真が全然ない。特にカトリーヌさんの写真なんか世の中に1枚も出てないけど、細表の切れそうなおばさんです。
梅と出ました出ました、はい、今ムエット1番はあのアングルトップカピーですね。で、あのクロードさんは MDC を創業する前はあの当時はバンクリフ&アップルも所有していた香水や化粧品の大手ライセンス会社にお勤めで、勤務地の都合でマイアミに住んでたんですよ。全然似合わないですよね、マイアミ、ね、だけどあの93年から4年頃巨大産業化した化粧品業界にも嫌気がさして、往年の名工を生み出した影の立役者である調香師に制作の優先権を持たせたあの芸術的な作品をこの世に自分で出したいと会社辞めちゃうんですよね。でその頃がロードさんが40代で辞めちゃうの。でマイアミからフランスに戻ってくるんです。で、で何を最初にやったかというと香水を作ろうと思ったんだけど最初にボトルを作るんですよね。でどのボトルを作ったかというとこのデザインのこの上頭カラカラ亭なんですけど頭カラカラ亭がついたクリスタルボトルをまず作ります。で、まあ、デザインに何年もかかってもう0号機は全身これがねクリスタルだった。で初号機は頭がリモージュ焼きだった。でそれももうクロードさんが自宅で地味に作ってた。でまあ後に今の素材である硬いあの樹脂になっていくんですけど今もうクリスタルもリモージュも全部売れてしまったって言ってましたけど、そうであのまずボトル割りで縁あってピエール・ブルドンに依頼することができた。で一応調香師さんに香りを作ってもらう時ってこういうイメージでとかコンセプトとかターゲットとか伝えるんですけどブルドンに伝えたのはこの香りこのボトルこれの香りこれを作ってくださいそれしか言わなかった。でまあピエール・ブルドン、まあ、プロですから分かりましたって言ってで作ってきたのが今お試しいただいているもうおっさんの香りもうジオスさんもうジオスさんですよね。アロマティックフジェールにダージリンティーが重なってちょっとその辺が新しいけどでも全体的にも超オーセンティックなメンズの香り、まあ、ブランドの幕開きにふさわしいもうまあ丁寧仕立てのもう間違いのないおっさんの香り。ジェントルマンコーナーではもう高評価でした。おっさんのジェントルマンから高評価です。で、アングルトップカピができた頃はまだ香水名がなかったんですよね。香水名とかコンセプト全然なくてでコード番号で整理してたんですけどアングルトップカピっていう名前はもう後付けで普通に名前とか香りのストーリーが先に始まってそこから調香師に作ってもらうことが多いんですけどこの頃の MDC 作品は順序が逆 で香りボトルできた香りでできたでこの香りはオスマン帝国のトップカプ宮殿から名付けたでアングルトップカピということになりました。結構これ今回 あのお話をこう組み立てるので初めて知ったことなんで結構意外だった。じゃあの次にあの番号を飛んで、ムエットの345をご用意ください。メンズがこれでとりあえず一作できたのでじゃあ次は女性ものを作ろうってことになってで今度クロードさんはやっぱり香りを頼む前に女性のバストを作るんですよね。このボトルを作るんです。でこれはメンズのボトルはこれはカラカラテがモデルなんですけどこの女性のボトルはクロードさんの好みの女性なんです。割とざっくりしたこういう感じの女性が好きで、じゃあ次は調香師は誰に頼むかなと、まあピエール・ブルドンは人の紹介で、人の紹介で、まあ、縁がついたんですけど、今度は2004年か5年頃、たまたま週刊誌を見てたら、
フランシス・クルジャンの記事が載ってたんですって。でクルジャンってその時高砂香料 の、 あの社員だったんだけど、まあ、社員でありながら特別な顧客に対してオーダーメイドもやってるっていう記事が載ってて、で連絡先も載ってた。でこれあのメゾン・フランシス・クルジャンの立ち上げが2009年なので、その4年も5年も前の話なんですけど、もうクロード様これだと思ってもうすぐその電話番号にかけたらクルジャンが出たんですって。で本当にクルジャン出て、まあパリにいたのでもうすぐに会いに行って、でその時にやっぱりこのボトルで作ってくださいって頼んだんですけど、その時1点追加事項としてロシャスのファムみたいな感じでってリクエストしたんだそうですね。で、あのクルジャンは、はい、若い頃のクルジャン、サンプルを3つ持ってきたんですけど、まず採用したのが、ムエット3番のアンレブマンロセライで、この3つが3つともすごくクロードさん気に入って、で残りの2つも商品化することになって、で4番がプロメスドローブで、5番がローズドンシュアになりました。でもう3作ともこの女性のバストだけでクルジャンがイメージした香りが3つ、今でも売りつないでるものが3つ出た。でこのバストもなかなかこの妄想をかきたてるパワーがありますので、やるじゃんクルジャンですよね。で、3番のアンレブマンオセライはちょっと疑惑がこれからつくので、あと最後に詳しく説明しますけど、ちょっと試して3番と4番を試していただくと、アンレブマンオセライとプロメスドローブって確かにどちらもクラシックなフルーティーシプレを現代的に解釈した作品で、まあ同じ依頼事項の一連だったなと言われたら納得の姉妹感がありますよね。で、まあ、ちょっと毛色が違うローズとシワはエジプトの古代文明が栄えたシワのオアシスに咲くバラで、色で言ったら、まあ、濃いローズピンク、これがアンレブマンセライ、ちょっと見せて、これがローズとシワのイメージで、濃いローズピンクから真っ赤、ちょっとベルベットだ。でクルジャンの代表作でメゾン・フランシス・クルジャンのアラローズ、アラローズはやっぱり試した感じと淡いピンクのバラって印象があるんですけど、同じバラでも全然ベクトルが違います。私の感想としては結構このフランシス・クルジャンって人は、まあ、自分のブランドより依頼先の方がいい仕事してるんじゃないかなって思うんですよね、まあ、予算の都合かもしれませんけど。でこの、3部作、クルジャン3部作も名前は全て後付けで、当時は FK1 とか FK2 とか適当な番号がついてただけで、そのうち後付けで名前を付けたプロメスドローブはこれ元ネタがあって、フランスの作家 の、 ロマン・ガリーの自伝で1960年代のベストセラーになった夜明けの約束から撮ってるんですよ。でこの作品が2回映画化されてて、リメイク版が一昨年日本でも公開されたんですね。それがこれ、母との約束250通の手紙という放題で公開されました。でこのロマン・ガリー役、この左の男性がピエール・ニネですね、イヴ・サンローランやった人ですね。でお母さん役がシャルロット・ゲンズブールです、ジェーン・バーキンの娘さん。このね、右のお母さんがもう一言で言ってモーボー、もうモーボーもびっくりの猛烈なお母さん、本当猛烈なお母さんで、この左の息子に小さい頃から外交官になれ、作家になれ、賞を取れって毎日焚きつけるんですよ。で、毒親なんですよ。だけどなるんですよ、この人全部なるんです。それも戦時中出征して現地で小説書いてデビューするんですよ。デビューして、でお母さんも戦地にもバンバン手紙を送ってくるんですよ。でも手紙どんどん来るのに、お母さんデビューできたよって言っても、なんかデビューのことお母さんスルーで、お母さんなんかリアクション薄みたいな思って、で一応任期が終わって戦地から家に帰ったらお母さん亡くなってたんですよね。お母さんも3年も前に亡くなってた。でどうしてたかっていうと、お母さん病気になって
長くないなって思って手紙を書き溜めてお友達に託してたんですよね。でお友達頼まれたお友達がもう毎週とか毎月とか戦地のロマンガリーに送り続けてた。で最後の手紙にこんな形でお別れをする私を許してねって書いて終わりだったって。すごい激しいお母さん一生で。でもロマンガリーはその後お母さん母との約束を果たすべく、うん、その後外交官になって小説でゴンクール賞フランスの小説賞を2つ取ってるんですよ。で史上初なんですって。史上初で今でも多分破られてない。で全お母さんの願いも全部叶えたんですけど最後は拳銃自殺でこの世を去りました。なんとも激しい親子。もうプロメスドローブの香り自体は そんなに激しい香りじゃないね。で、これでアンブルトプカピとプルジャン3部作4作の香りができたんで、じゃあちょっと売りに出そうかなって。売ってなかったのかと。で最初にこのクリスタルでこのボトルを作ったから香水瓶のコレクター向けの見本市に4つの香りをアルミ缶に入れて詰め替えできますよっつってこう売りに出たんですって。そしたらなんか若い女性がこう行ったり来たり行ったり来たりこううろうろして、で何だろうなと思ったら私に香水を作らせてくださいってその女の子が言うんですって。で、うちはもう大手でもないしデビューしたいんだったら他になったらって断ったんだけど、うん、どうしてもクロードさんのとこで作りたいというからじゃあサンプル送ってって言ったらもうこれものすごいいい出来だったんで、まあ、即採用することになったのが、ちょっと番号戻ってムエット2番のアンブジオンバルバールで、調香師は当時まだ学生だったステファニー・バクーシュ、この人ですね。これ当時作成当時25、6歳、ね、学生さんです。デビュー作、学生のうちにデビュー作作った、ね、逆指名とはいえね、そのクロードさんも大変なお互いをしました。未来のうちに近いお互いですよ。でこれが25、6歳で、今年の金鋭ですね。貫禄つきましたよね。で、アンバジオン・バルバールがデビュー作になった後、この人はラルチザン・パフュームに就職します。で2015年までベルトランド・シュフュールの裏方として働いてその後独立で、2017年からはセンサバ独立系のラボを主催してます。で見えないね、私ばっかり。クラシック香水好きな結構学者肌の人で、2013年からオズモテイクの職員としてもレクチャーを多数行っています。でアンバジオンバルバール香りお試しいただいてますけど、これもまた甘えのないハーバルでストイックなアロマティックフジェールですよね。で名前もすごくて、これ蛮族の侵略って意味なんです。もう、まあ、絶対女人禁制、もういい男の香り、男らしい香りという表現がぴったりじゃないかな。でフジェール系って結構なんだラブダムダムとかその後口が甘くて苦手だっていう男の人多いみたいですけど、そのバニラやクマリンの代わりに甘さはムスクに変えて、でオークムスの代わりにパチュリをベースにして、でジンジャーでピリッとアクセントをつけて、まあ20年近く前の作品ですけどすごく新しい感じで、当時としてはかなり斬新な香りだったので、その仲間内でも賛否両論だったんですけど、こんなの出して売れないだろうっていう人と、これはすごい斬新だねってもう本当分かれて、特に香水業界の方には不評だったそうなんですけど、まあ、発売からもう今15年以上経った今でも MGC のメンズの中ではベストセラーになって、クロードさんは博打に勝ちました、はい。で5作揃ったところで一旦リブランディングして、2007年にこの5作全てにきちんと名前を付けて出し直しました。これアンバジョンバルバーですね。
でそしたらあの有名人ルカトリンの目に留まって、ルカトリンが大絶賛だったんですよ。であの香水ガイドが翌年2008年にあの第1版が出たんですけど、その時にまだ5作しか出てないのに3作が5つ星を取ったんですよね。アンバジオンバルバルとアンレグモンセライとプロミスドローブが5つ星だったんです。もう異例の高評価 でも一気に注目を浴びることになります。でその2008年あの高評価に話題の渦中に登場した新作が、ペシエカーディナルです。で6番ムエットお願いします。フランス語で果物の桃とあの原罪罪っていうあの2つの意味があるんですよね。でカーディナルは枢機卿でゆえにあの枢機卿の桃か枢機卿の罪か、まあ、ダブルミーニングだと思うんですけど、まあ、多分香り的にはいけない枢機卿ってところだと思うんですよね。でも、まあ、背徳的な。で調香師は今写真に出てるあのこの年あの2008年同じ年にあのクロエ大ヒット作クロエを手掛けたあの当時あのロベルテに所属していたこのアマンディーヌ・マリーさんが手掛けます。本当この人この年2008年クロエとペシェ・カーディナルでも一気に大ブレイク、メインストリームとニッチで大ブレイクした方ですね。であのところであの この後あと18作紹介してきますけど、あの MDC ってあのレディースがフルーティーシプレの宝庫なんですよ。で大半がピーチシプレ、ダイナリションなりなんかこう大きな表があって、こう暑い寒い暗い明るいみたいな、こういう表だとこの辺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 ピーチシプレみたいな、そういう感じでなんか似た系統が続くのは多分クロードさんの中でその女性の理想系がもうピーチシプレで完成してるんだと思うんですよ。で最初にオーダーしてきたのがやっぱりフルーティーシプレ あの戦後の大ヒットのロシャスのファムなので、要はこのバスクの女性がモデルで大幅にイメージがブレないんだと思うんです。 で例えば画家で言ったらマルク・シャガールとかポール・デルボーとか何十年も同じモデル描いてますよね。あの亡くなった奥さんとか結婚できなかった彼女がずっと何十年もモデルで出てくる、まあ、それに近いんだと思うんです、はい。で次、2009年には一気にあのレディースものを3作出します。でまずはムエット7番と8番をご用意ください。この頃になると香水業界でも一目置かれるようになったクロードさんで、たくさんいろいろコネクションも出てきて、いろんな人と会う機会も出てきて、で当時あのオズモテイクの初代会長だったジャン・ケルレオ氏からその後次の会長になるあのパトリシア・ニコライを紹介されるんですよ。でニコライさんはご存知のゲランの末裔 でもゲランって言ったらもう本当男尊女卑 の男性至上主義の世界ですから、50年前のゲランが女性にも文句を広げていたらおそらく世襲してたであろうあの実力の持ち主だけど、まあ そんな時代ではなかったので、1980年代もう30年で早々にあの独立してあのファルファン・ニコライを立ち上げた方です。で MDC にはニコライさんから、リバージデシルトとアンクルアンメをあの作ってもらいます。
で、ムエット7番のリバージェデシルブ、ニコライさんですね。逆になっちゃった。あ、リバージェデシルブ写真がないんですいません。じゃあニコライさんで、で、メイト7番のラ・リバージュ・デ・シュルトはあのゴンクール賞、フランスの芥川賞みたいなゴンクール賞を受賞拒否で当時すごい有名になった1950年代に出たあのジュリアン・グラフという作家の代表作から取っていて、の日本でもあの岩波からのシュルトの岸辺っていう翻訳が今でもあの廃盤にならずに出てます。で、話としてはなんか海を挟んでこっちが西洋、あっちがムスリムみたいなざっくりした架空の町なの。で、ゆるい何百年もゆるい戦争状態にある、そのこっちの西洋の岸辺にあの駐屯した偉い人がなんかこう気の迷いであっちの岸に行っちゃうんですよ。そしたら300年ゆるい戦争してた世界が一気に状況が崩壊するっていう様子を延々と書いた超大作なんですって。読んだことないですけど、 あらすじを読んできました。で、香りとしてもそれなんか結構混沌としたパイナップルとチュベローズというのいや作家物だなって香りで、 MDC のレディースの中でも私的にはもう最も難解な作品だと思ってます。で、この作品あの12年前に LPT ブログで書いたんですけど、当時の私にはもう文章にできなくて玉砕して申し訳ございませんで閉じた数少ない香りだけど、まあ、今回まあ、ね、令和の時代になって改めてつけたらなんかまあ目の座った、まあ、穏やかに身を委ねることができる、まあ、フルティッシプレだったなっていう、そんなに混沌とはしてなかったです。で、一方あのムエット8番のアンクルアンメ、これはシンプルに5月の心っていう意味で、もうその名の通り5月の心だなってもう納得してしまう、あのガルバナムがローズとミモザを束ねるあのグリーンフローラルで、あの多分大元にゲランのシャマードとか、まあ、80年代まで降りたらあのアニック・グタールのウール・エクスキースとかその辺の系統だと思うんですね。だけど、まあ、違うのがあの甘さ成分がメロンなんですよ、完熟のメロン。で、この甘いメロンがとろみになってあのミドル以降こう肌に馴染んでくるともうしみじみいい香りなんですよね。香りで、シャマードは、まあ、花束爆弾もうドカーンって感じですけど、まあ、シャマードに比べたら、まあ、だいぶおっとりしたグリーンフローラル でもっと言えばこうちょっともたった感じがするのがこれってあのパトリシア・ニコライさんの独特のさじ加減で、こう私がいつもイメージするのがその極上の生地でもう丁寧な仕立てなんだけど型紙が古くてなんとなくやぼったいすごい綺麗なオーダーメイドのワンピースとかスーツっていうイメージがあるんですけど、まあ、それご自身のブランド作品全体にも通じるものがあります。で、アンクルアメはあのオードパルファムにしてはこう香りの持続が短いっていうのをあのクロードさんもニコライさんもちょっと気にしてて、で、じゃあだったら処方はそのまま全部不効率を上げて香りの持続を伸ばそうとしたんですけど、そうすると一部あのイフラの規制濃度を超えてしまうものが出てきたんですね。でもそれだけ抜くっていうわけにもいかないから、もうそこでね廃盤にするかもうあの適当に処方変更すればいいのに、ニコライさんは一旦処方を全部持ち帰って結局、新旧並べても全く違和感がないのに持続が2倍になったっていう、あの神業のリニューアル版が2014年に出たんですよ。で、私あのリニューアル前のも後のも持ってるんですけど本当に持続が2倍になった。で当然手間暇もかかったし原価も上がったはずで、でもいいものにしたいからもう結局クリエイターも調香師ももうやらずにはいられない。で、そこがもう2人とも頑固職人系でやっぱブランドの一つの、まあ、特徴的な話だと思います。で、続いて、ムエットの9番をお願いします。
こから2009年の作品になります。2009年に出たのはベープルシシリエンヌで、これはあの実話からできたオペラで、13世紀のシチリアでフランス人が虐殺された実話を題材にしたヴェルディのオペラ、シチリアの晩鐘から名前を取ってます。で、調香はもう当時テクニコフローに所属していたこの写真のおばちゃん、ジャンヌ・マリー・フォージエに依頼しました。でこの方あんまり名前聞いたことないと思うんですけど、ご自身の作品というよりはもう調香師さんの育成に勤めてきたベテランの方で、作品としては知ってるところでいうとフラパンの立ち上げの4作が全てもうジャンヌ・マリ・フォージェさんの作品です。でシチリアの晩鐘は悲劇が題材ですけど、香りとしては結構明るいフルーティーシプレで、で MDC のピーチシプレとしては結構明るく快活な方です。でもシチリアの光と影を表現した、やっぱりシチリアって言ったらね、柑橘系オレンジとかレモンがやっぱ有名なんで、で昔の MDC の公式サイトにはシチリアの光と影を表現したって書いてあったんですけど、はじけるオレンジの眩しさであんまり影は感じないですよね。ここで最初に開けていただいた、丸1の香りは全部紹介終わって、次は、チャプター2で2010年代の作品を紹介します。でムエット袋の2を開けてください。で、チャプター2の途中で、一旦休憩に入ります。はい、じゃあ開けながら聞いてください。2010年代に入るとパリのジョボア、ロンドンがハロッズのロジャーダブオートパフューマリーで、ロサンゼルスのラッキーセントなど、ニッチブランドを牽引してきた、そうそうたる有力店が、一通り MDC を取り扱うようになりました。で LPT が大変お世話になったロッテルダムのリアヌティオパルファももちろん扱ってました。で私が MDC のボトルを初めて見たのが2012年でハロズのロジャーダブの店で初めて見たんですけど、このボトルが展示してあって、でその時の印象が思ったより小さいなと思ったのと、あとみんなね見どこ触るから手垢でほっぺや肩が黒光りしてたんですよ。もうすごいかわいそう。その2つの印象で、でも当時の私はまだその MGC の本当の魅力に全然気づいてなくて、頭がついてるものすごい高いブランドぐらいの認識で、もう半ばネタで見に行ったって感じだったんですよね。で買ったのはロジャダブのオリジナルです。で、2010年代には先ほどのチャプター1で紹介したテクニコフローの所属だった、ジャンヌ・マリ・フォージェつながりで、同じ香料会社の、大人気調香師に頼むことになります。ドシュベルトラン・ドシュ・フューズ、長いからドシュと呼ばせていただきます。でドシュはファンの多い調香師ですけど、ぶっちゃけ私とはちょっと相性がいまいちで、なんかこう混ぜるな危険って感じの作風なんです。なんか要注意人物なんです。だけどそんなドシなんですけど、 MDC に作る香りは何とも筋の通ったまともないい香りを出してくるから不思議 でやっぱり大御所ギロベール調香師のギロベールが言ってた通り、調香師の腕、その腕を生かす企業や依頼主、その香りが評価される時代で、この3つが揃わないといい香りは生まれない。特に2、その腕を生かす企業や依頼主ですよね。で
っぱ依頼主のセンスとあと予算も関わってくるので、土師は職人ですから、やっぱクロードさんのような調香師の処方の筆が乗るような頼み方をする依頼主だと、多分実力が 120% 出せるのかなって思うんですよね。でそこで誕生したのが、ラベル・エレーヌとシプレ・パラダンで、ムエットの10番と11番をご用意ください。先にあの10番 の, あのラベル・エレーヌを紹介します。出しながら聞いてください。オペレッタの父、オッフェンバックの同名曲がテーマになっていて、ちょっと私クラシックやオペラに詳しくないので調べてきただけなんですけど、あの美しきエレーヌとして知られるあのギリシャ神話のパロディで、ざっくり言うと欲求不満の美人妻がそのイケメン外国人に浮気して、であれやこれやでそのイケメンがその奥さんを略奪して、旦那が怒ってイケメンの国と戦争になるっていう、まあ、トロイア戦争の原因になったあの美女あのヘレネ、フランス読みだとエレーヌの話で、まあ、ベルトラン・ド・シュフィオルらしいあの金木犀とアイリスのまだらんぼみたいな香りですよね。なんか酸っぱいアイリスがあのお好きな方にはおすすめです。でもこれあの甘さが控えめで、あのアイリスが材木系なので、まあ、男性でもいけると思います。で、11番の、シプレパラタンはこれあの MDC でもぶっちぎりの人気作で、発売から11年経った今でも世界の YouTuber が今でも紹介し続けてます。でパラタンっていうのが古代ローマの宮廷に仕える偉い人のことで、でクロードさんから土師への依頼が、錦や重厚な毛織物をまとうように荘厳でいながら日常使いにも使いやすい親しみのある宮廷のシプレをお願いしますって、もうなんか話がとっちらかってね、あの調香師の引き出しを図るようなトンチリクエストを出したんですけど、まあ土師があの力の限り答えて会心の出来栄えで、全体はグリーンフローラルシプレなんですけど、まあ、主役この香りの主役はあの後半に出てくるあのコクのあるすごい甘いトルーバルサム樹脂の香りで、そこにこうフルーティーで酸っぱいあのコティの元祖シプレの骨格にそのバラやアイリスなど の, あの花香料をたっぷり乗せて、まあ、これだけ、ね、いろいろな要素を破綻なく束ねているのはもう見事だなと、やればできるんです。でメンズものですけど、まあ、これあの断然ユニセックスで OK で、あとあのシプレパラタンはあの発売後数年で処方変更疑惑が登場したんですよね。それであのなんかボトル の, あの水色が色が違うって結構問題になったんですけど、フラグランティカにクロードさんが実名で抗議を入れてましたね。であの色素を抜いただけなのに、その処方変更なんかわざわざするもんかって言って、もうカンカンになってこう文章を入れて、もうそういうことをこうへ、ね、表に出るのは嫌だけど、何か自分の作品についてこう言われのないことを言われた時はこうカンカンになって怒るっていうのも、なんかすごくこのクロードさんらしいところです。小さい話なんです。色が変わったから処方変更大騒ぎ、香り変わってない、わかんない。で、前編の最後の香りとして、紹介するのがムエット12番をお願いします。前半の最後に紹介するのはキュイール・ガラマンテで、これが、ドシュフュールの2作の次の年、2013年に発売で、あの調香はあの天然香料に定評のある、飛ばしますおじさん、香料会社のロベルテの重鎮でリシャール・イバヌで、この人キャリアがもう40年以上あるのかな。でデビュー作が、まあ、1986年の、ディビーヌ、フルーティーシプレのディビーヌですね。
でそれ以降何作もあのディビーヌで作ってる方ですけど、私個人的にはディビーヌってブランドはあの簡易版 MTC とい こう印象があるんですけど、でそのここのブランド あの創業者のイボン・ムシェルさん、あの通称イボジー、イボジーがもう世界に名彫刻師はもう2人だけだよ。1人はヤン・バスニエ、もう1人はこのリシャール・イヴァンだって言って譲らない、他に彫刻師はいないっていうぐらい言い張って、イボジーもまた先見の明があるクリエイターで、このキュイル・ガラマンテはサハラ砂漠に栄えたあの古代文明、あのガラマント文明に由来するあの甘口のオリエンタルレザー でこの頃からあの MDC も香料にウードが出てくるんですよね。で、あの巷はあのウード全盛をちょっと過ぎたところで、でもう MDC にも時流の波がちょっと押し寄せてきた。でローズウードを主軸にあのフランキンセンスやあのバニラ、乾いたレザー感が、まあ、砂漠の民のオアシスを表現しているのか、もう温かさとみずみずしさを両立している。であのこれからあのキュイル・ガラマンテはあの今からの季節、あのオリエンタルスパイス系の香りが好きな女性に もう絶対おすすめ。はい、それではあのここであの15分ほど休憩を挟んで、あの引き続き2020年代の作品を紹介します。と配信をご覧の方、あの一旦回線を切らせていただきます。3時55分頃またアクセスします。それではまた失礼します。